さあ始まりました、ギュンの YouTube チャンネルです。今日私ご覧の通り一人なんです。この部屋で待ってたらスタッフから連絡が行くって言われたんですけど、さっきから全然来ないんですよね、どうしましょう。あ、 LINE が来た。今からあなたはこの YouTube チャンネルのディレクターです。お家でもできる楽しい企画を考えて、他のアナウンサーにその企画を実行させてください。ムーズ、そういうこと？考えつきました。私が考えた企画はこちらです。じゃん、4コマ漫画完成させてみた。イエーイ。私が3コマ目まで書いて、4コマ目でものすごく面白いオチを別のアナウンサーに考えてもらいます。ということで3コマ目まで書いてみよう。よし、これでいけるはず。どうしようかな、誰にしようかな。まあここはギューンの、現在のギューンメンバーの最年長の諸国左翼子アナで行きたいと思います。大丈夫かな。さあ今日の YouTube チャンネルは沢口アナウンサーがディレクターになってくれるということなんですが、さっきね沢口アナから LINE があったんですよ。開いてみますね。4コマ漫画を完成させてください。どういうこと？4コマ漫画、あ、写真も添付されてる。何これ、トイプードルのランちゃん、今日は身体測定、最近身長伸びた気がする。あれあれ、いや無茶ぶりでしょ。うーん、オチね。あの私、あのスマタンの森武さんにも、諸国は大きな声で当たり前のことを言ってるだけだってよく言われるんですよ。なのでそんな私にオチがつけられるのか、どうしようかな。降りてきました、書きます。できました。では発表していきます。トイプードルのランちゃん、ルルルル、今日は身体測定、身長最近伸びた気がする。あれ、成長したの、身長やなくて体重やないかーい。難しいよ、こんなもんでお許しください。私の今回のこのオチ何点だったか、皆さんコメント欄で点数評価よろしくお願いいたします。この後もですね、アナウンサーがディレクターとなって YouTube 企画進めてまいりますので、ぜひお楽しみにしてください。皆さんお家で過ごしましょう。